はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、見てください。どんどんと伸びておりますね。はい、ちょっとだけね、お水の方も溜まってきております。はい、こちらね、玉ねぎです。昨日ね、1個食べたので、また新たにね、ちょっと芯を植えてみました。はい、こちらはね、どんどんと育ってきております。はい、まあこんな感じでございますね。はい、皆さんこんにちは。ですね、ちょっと面白い話題なんですけど、ちなみに見てください、これ。はい、もうすごい空高くなってます。はい、ちなみにですね、まあごめんなさいね。はい、ちなみに、またね、面白い話題が、ナチュラルなね、ニュースさんから出ておりました。何が出ていたかというと、アマーのゾンゾンですね。アマーのゾンゾンのね、ベゾーのスーさんですね。ベゾーのスーさん。はい。彼がね、どうやら、アイロボットをね、買い取ったようです。アイロボットを。はい。これがどういう意味なのか。はい。考える人はすぐわかりますよね。はい。つまり、アマのゾンゾンさんのね、ベゾスさんですね。あなたのお家の中のこと、よく理解いたしますよっていうことなんですよ。はい。つまりね、このアイロボット、まあ、いろいろね、電気つけてとかね、言うとね、つけてくれたりとか、テレビ消してとか言うと消してくれたりとか、まあ、いろいろやってくれるわけなんですよ。はい。なのでね、あなたのお家のね、間取りとか、はい。子供部屋とかね、はい。最近改装したか改装してないかとかね。はい。挙句の果てにですね、なんていうのかな。お掃除の、あれがありますよね。一人でやってくれるね、お掃除のロボットが。あれとも連携してるんで、どういうふうに、あなたの部屋の中がなってるかまでね、見られちゃうっていうことなんですよね。これが面白いですね。そしてまあ、記録、はい、Amazon もちろんデータ取ってるので、誰がね、どういうものを購入しているのか、はい、多分、よく記録を取っていると思います。はい。どういった思考があるのか、どういった本や、どういった食品を買っているのか、はい。それを全部、ベゾスさんが、ね、はい、持っているということになりますね。はい。まあ、これ言っちゃなんですけどね、まあ、見られてるってことですよ。はい。つまりは。いわゆる超監視社会は、新しい時代、が、ね、来る前にもうとっくに実現してますよっていうことなんですね。はい。わかるでしょうか。そういうことなんです。はい。まあ、彼らが言うね、新しい時代と我々の言う新しい時代はちょっと違いますけど、はい。まあね、その前に、彼らはね、処罰されますから、はい。そういうことです。はい。まあ、そんなこんなでね、あっち側は、我々の私生活、間取りなども、家の間取りなどもね、全部把握しようと思えば把握できちゃいますよということなんですね。まあ危ないですね。はい。まあでも私なんかね、大量にね、にゃんこの餌を買ってるんで、はい、備蓄用になんですけど、はい。向こうの人にとっては不思議だと思いますよ。この人一体何匹猫を養っているんだってね。で、家の中ではそんなに飼えないはずだから外猫にでもやってるのかってね。多分そんな感じで見ているんじゃないかと思います。はい。まあ、そんなこんなでね。はい、なんていうのかな。はい、見られていますよということですね。そして私が最近買う本は塗り絵の本ばっかりなので アマゾンで買ってるのはね、あと中国語の本とかね、そんなのばっかりなんで、ん?って思ってるかもしれません。はい、まあね、こんな感じでございます。はい。とりあえず、この記事もね、貼っておきますので、英語の記事です。はい。なので、皆さんね、Google さんから飛んでってください。自動翻訳で、日本語で見られるようにしてくれますからね。はい。よろしくお願いいたします。それではまた、ごきげんよう。沖縄おばばでございました。はい。ねえ、かわいいですね。はい、植物と育ちますよ。もう、これが、
これがね、パッションフルーツがすごいことになってます。ちょっとね、網にこう入れとかないと。はい。はい、パッションフルーツでございます。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。